本日はオルガンの歴史をね、朗読とともに楽器の音を交えてご紹介するというスペシャルなステージになっておりますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。驚くべきはオルガンの運搬方法。東海道線が全通していなかった当時、トラクスと喜三郎は天秤棒でオルガンを担ぎながら、なんと徒歩で天下の県箱根の山を越えて上京したというのです。